はいさい、はいさい、おやさん、今日はすごいものを持ってきましたね。何やるんでいい。おやさん、ネタバレ。なんか寿司今日何やるんだ。おやさん、それは寿司だ、寿司じゃないか。わかんねえぞ、チャーハンかもよ。違う、絶対それは違う。今日の料理は一味違うぜ。久米島からあるものが届きました。久米さん、うん、違います。これはもずくと思ったら、なんだと思う。今日ウツボだ。そう、てかこんなでっかいウツボいる。超でかい。そんなはっきりウツボって言われたら、ヒョウってボケた自分が恥ずかしくなったんだけど。ヒョウだよ、おやすさん。ヒョウだったら大変なことだね。泣いた、泣いた。重さ見てみる。いいやつよ。約10キロっすね、もう。まあ俺は軽い。ほぼ10キロ、そうっすね。そうっすね。まあ否定しようと思ったけど、あ、そうっすねってなった。けどすげえな、10キロも。10キロすごいっすね。こちらはですね、はい、久米島の漁師、うん、ケンピーさん。あ、ケンピーさん、いつもお世話になってますよ。ありがとうございます。ケンピーさんがわざわざハイセイが壺で料理やってみたいなっていうのを覚えててくれて、それを送ってくれたんですよ。え、軽い人、ウツボより。ウツボより重いですね。重い人か。すげえ、じゃあウツボより、それは大体重いですよ。いや、うおぉ、うっと、てか、よく取ったな。確かに。これ、しかもこれ、うん、1メートル超えてるよ、これ。もうツボを取るシーンとかはないんだ。あります。あるんだ。はい、その映像がこちら。すごいな、普通よ、海の中でこんなのと出会ったら。はい、ビビるぜ。逃げるね。逃げますよね。これマグロさん一緒に持ってもらっていいですか。バタ足で逃げるだろうかな。俺頭のとこ、はい、せーの。あー、でかい。重このでかさ、でかすごいわ。奇跡的に二人とも黒だから分かりづらいっすね。ちょい辛い、うん、それが俺たちの辛いところ。伝わりづらかったっすね、うん、ここなんだ、この初めて見た。エラ。あ、エラってこんなとこになるんだ、うん、だはずだはず。自信なかったんかよ、お前。エラウツボのやけど、俺も前から思ってたけど、ハイセイって結構釣ったらね、リリースとかしてるさ、はい、なんか邪道扱いされてるさ。あ、餌としてもいいんすよね。あ、そうかそうか、はい、それで餌にしてますね。食べたらうまいはずなのにと思って、毎回。せっかくのウツボなんでね、寿司握っていきます。寿司いいっすね。はま寿司でウツボって見たことないっすよ、メニューに。ないっすね。確かに、もうちょいね、ほんとは新鮮だったらたたきとかでもできたと思うけど。たたき、あの、かば焼きにして寿司。かば焼き、あ、いいっすね。してみようかなと。あの、うなぎの寿司みたいな、そんな感じ。そう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 。ちなみにウツボさばくのめちゃくちゃむずいです。硬いっす。大丈夫かな。いやいや、どうしますボスみたいな。どうしますボスみたいな。それはダメです。え、でもお前が。どうやってさばきましょうか。じゃあサイズもちょっと一瞬だけ測っていいですか。もう普通に。じゃあ、え、1m55。すげえ。いや、もっとあると思うよ、尻尾が。確かに曲がってるから。ちょっとまだ本気の背伸びはしてない。多分、まあ4センチぐらいあるでしょ。1m60ぐらいある。160センチ。160。うわ、でっ。ありえんでかい。あの、水族館レベルですね、これ。そうだね、うん、水族館が欲しがるやつ。水族館に。いや、もう死んでますからね。もう遅いって、遅いって。水族館の底にビッタッてなってます。ウツボの中に綿入れたらワンちゃんぬいぐるみで売れるかもしれないですね。じゃあ頭の方落としていきますか。はい、さあ、これめちゃくちゃ硬いと思いますよ。ねえ、じゃあエラの下からか。一緒に行くぜ。エラのギリギリ。あ、皮硬っ。皮硬いんですよ。もう硬すぎて普通に。あ、それでも切れてる、うん、よいしょ。うわ、身綺麗。うわ、あ、いい色ですね。だから言ってるやん、見た目悪いのは中身は綺麗って。人間もしかり。見た目は悪くても仲がいいんだよっていうことか。そう、はい、食ってみろ俺は一回。うめえぞ。飛ぶぞ。よしよしよし、ズバシャー。ただ生きてるぞ人間め。やめろ人間め。お前あの時殺したはずだ。
本当に悪役っぽいですね、ウスボって。確かに、これこそ本当にどうしますボスだよ。どうすこのアングルで、うん、こうしてどうしますボスですね、うん、ってそう、村人が殺せ殺せ、奴を殺せつってめっちゃこっちに行ってるのにどうしますボスあの守って、かばってる女の子にどうしますボスって言うからえっていうすごいのんきな顔で言ってる感じだよねどうしますボスはい、じゃあ本当はなんでって言うんですかね、わかんない、なんだろう、本当に。あのシーンが有名すぎてわかんないんだよね。確かにもう、そう公式でいいんじゃねってなってる、うん、内容が変わってるって言ったら内容なんだろう。確かに、えって驚くようなこと言ってるから、336だったらなんてボケるの。えあれっすか、あのシーンだったら私の体返してっつってよいいねあいつが本当に妖怪だっつってしゃあ、じゃあ、背骨がないんだよね。もう勘であるしかないのか、じゃあここら辺から、じゃあ背開きしていくか。よし、でけえ、でかいな。骨が見えた。骨か、これ、なんだ。ああ、ヒレの部分か。よいしょ、こんな感じで開いていけばいいんだろうな、きっと。うつぼをすすにしたら美味しいのかな。うん、まあ、うなぎみたいな感じになってくれればいいかなって。大うなぎより美味しいと思います、思いますよ。ああ、確かに。あれは泥抜きが大変だからね。うん、確かにね、これ泥抜きとかいらないですからね。うなぎ、一応美味しいけど、泥のちゃんと抜かないと地獄っての、うん、我々は勉強してるから。身が硬いですからね、大うなぎは。うつぼ意外と美味しいって聞きますけどね。いや、もう全然、高知県じゃもう本当にありがたく食べてるみたいな話聞いたけどね、叩きにして。これちなみに毒ウツボっていう種類ですね。なんだといや、本当で、本当ですよ。嘘、けど毒はないですよ、うん、名前が毒ウツボってだけで、うん、見た目毒っぽいけど、でもね、触ったら指が溶け出すとかないよな。マオさん、どんどん痩せてってるアナコンダをさばいてるみたいですね、マオドクさん。それなら得意。昔、夢に出てきたことあるの、アナコンダ。うん、で、うん、本当にガチの話なんだけど、ハイサイズの撮影やってる時だ、山で、うん、俺と336と多分ハローとジョイだったわけ、うん、したらあの子とバーって出てきて、うん、うわべ逃げろっつって、やっぱ336とハロー早いわけ、逃げし、うん、で俺とジョイ残されてるわけよ。めっちゃジョイに行ってくれって祈ってた。ジョイに行けばちょっと時間稼げそうと思って、ジョイに行け、ジョイに行けって。そう、俺に来たら結局ジョイもなんか俺の方がまだ消化早いから死ぬ確率高いけど、うん、ジョイに行ったら消化時間かかりそうだから、ワンチャン俺も生きる可能性あると思って、うん、ずっとジョイに行けって祈ってて起きた、うん、ってあごめんジョイってなった。どうします、久しぶりにジョイに会って、うん、さ、そういう 夢あったんですねとか言って、うん、ジョイ片腕半分食われてるみたいな。実はちょっと確かにな、けど子供もいるから本来はジョイを助けるべきだよね。ちなみに毒ウツボの由来、はい、調べたんですよ、はい、口が悪い。毒雑ってことですか。うん、名前の由来は、はい、シガテラ毒という毒を持つことからって。ああ、あるんだ。じゃあ、まあ、ウツボはですね、あのシガテラ持つって言われますね、あ、基本的に、うん、住む場所によったり、そうだね、地域によってって書いてある、はい、あ、なんか沖縄の魚はあんま毒持たんみたいなイメージある、ね、なんかね、イメージありますけどね、そういうイメージあるね、まあ、けどイメージ先行では危ないのでね、うん、ちゃんと調べて、はい、食べてくださいね、うん、あれ胃袋これだけ、本当だ、あれこんだけでかいのにこんだけの胃袋で垂れるんだ、あ、ちょっと糖尿で胃の切除しちゃうかな。ちょっと食いすぎるからリアルっすね。俺ももうちょいでこれを勧められるところまで行ってた。あ、マジですか。うん、減らそうみたいな。うん、あ、中さん意外と食べないんじゃないですか、少食じゃないですか。けどだから体調良くなって食欲ってやつが戻ってきた。本当にあのそれを抑えないといけないですね。そう、なんかだから今まで圧迫されてたんだなと思って、うん、だから俺宮古島のなんか1キロオーバーのカツカレー一人で食ったもん。すごっ。そう、だからあ帰ってきたって見た目の通りになってきてますね。そう、意外性ゼロ。内臓の癒着がすげえな、うん、油すげえ乗ってるってことなんだろうな。溺れてますね、脂肪で。よいしょよいしょ。
結構あった。あ、ほんと出てきた。出てきましたね。ミニなんか隠してやがったな。隠してましたね。ミと一緒にこうやってついてますね。あ、まだ行く、まだ行く。まだ行く。あ、まだ行く。あ、待って。からだ。どんどん出てくるぞ。すごっ。そんなに入ってたんだね。そろそろここまだ。これ血かな。血合いかここは。あ、ここで死ぬ。あ、ゴールかここで。あ、ここでゴールですね。お、すけどそれでも長いですねやっぱ。体の3分の2が内臓になってます。え、なんか何これ。小豆みたいのが出てきたよ。あ、間違えた。間違えた。何これ。血じゃないですか。血か。血と思います。ご飯ですよか。ご飯ですよ。食べられる気満々やんこいつじゃ、うん。もうご飯ですよ。ご飯に置いて食べたことないですか、森さん。白米、今日の白米を用意する朝飯。じゃあサブちゃんにます。何らかの病気になりましたっていう動画。なと思いますね、謎の体調不良やばいですよってご飯ですよじゃなくてやばいですよ。やばいですよ。じゃあ行くぜ。ふりゃ。おお。ザー。すっげー。あー。食った。めっちゃ変なのが垂れてる。うん。いやー生臭い。なんか胃袋何が入ってたんだ。確かに。胃液か。ちょっと見てみましょうか。見た感じ胃液がとろっ。そう。あ、本当だ。すげー出てましたね。開いたらさらにでかいですね。確かにな。じゃあこっから中骨場外していきます。中骨場だったでしょ。なんかすげえな、歩きながら中骨外してってるんだけど。すごいね。よいしょ。いい。あ、うつぼ脊髄腱。すごい。でかいっすね。でかい。よし、はい、というわけでね、まあ綺麗にとは言い難いが一応開けたんでね。はい。これを蒸して焼いてタレ塗って焼いてかば焼きを作ろうかな。ああいいですね、うん、結果切るからさばくと聞きときゃよかったなってレベル、うん、ってちょっと思ったんですよね、うん、また本当 YouTube のために頑張ったよ。ありがとうございます。よし。なんかマジ尻尾のとこすげえ硬いな。不思議だ。夏休みの日記にかけるぐらい、うん、今日は、うん、お父さんと一緒に壺をさばきました。尻尾が硬くてびっくりしたけど、マゴルおじさんが内臓を全部食べたのを見て、また普通にって。お父さん、子供に嘘つくのよくないから食べましょう。じゃあこっちを責めろよ。こっちが嘘つくのよくねえだろ。どんどん体調が悪くなり、顔の色も変わり、最後はもう冷たくなっていました。まあ、俺兄さん、最後までウスボ本当に好きだったんだね。棺の中に内臓いただきます。え、重い。死んじゃった。解放してくれよ。余裕で化けて出るだろう。もしかも来世ウツボだろ。ウツボの内臓を加えたお化けが出ますね。仕返しをする映画になるはず。 B 級映画。リベンジウツボ。来年の春には公開し、さすよ、リベンジウツボ。よいしょ。よいしょ。うわ早い。いや、普通に切ってもでかいな。でけえよな。これだよ、これ100均に売ってるよ、こういう座布団。すごっ。で、これをもうすでに用意してますね。はい。寸胴鍋に巨大な網、この上でちょっと余分な油をね落としていく感じ。うん、イケメンです。お、いけるみたい。よし、じゃあこれを繰り返していきます。はい、あれから1時間ほど蒸したんですけど、うん、さあどうなってんでしょうか。せーの、どすこい。おお、すごっ。真っ白になってる。うなぎ感あるね。でっけえけど、やっぱあれっすね、身が縮んだっすね。この皮見たらわかる、この皮の部分縮んでる。まあ、そしていい具合に油も落ちてね。小さくなってる。あ、すげえ、トロットロだ。すげえ。さあ、無事取り出せるかな。いくよ。あっち、無理。ボスはどこ行ったんですか。ボスは、ボスは
あのブラジルにニンニクを探しに行ってる今そうニンニク探しに行ってもう半年帰ってきてない。半年帰ってきてないですか。じゃあこれは半年間蒸したことになるそういうことになるな。やばい、せーの、よいしょ、よいしょ、よいしょ、すっげえ。これをタレ塗って焼いていくわけよ。これ油取る理由ってなんですか。結構あ、まあ、ちょっと臭みを、あ、やばば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 最終から終わったか半年ぶりっすね、ボスボスまだ握ってねえのかあ、厳しい。はい、こんな感じで、あら、白焼きみたいになってるね。じゃあこれも早速、これはじゃあもうかば焼きにして、かば焼きにしていきますか。じゃあ、うん、これが待ってる間ね。はい、というわけでね、さばき師匠はね、担当一旦終わったんでね、はい、じゃあ次、焼き師匠は誰ですか。やっちゃいますよ、じゃあ僕から。おお、こっちが焼き師匠師匠どうす。お、いや、二人で塗っていこう、これ。うわ、すごっ。ここあ、めっちゃプルプル、あ、美味しそうプリンプリンしてる。焼きながら剥いてる。裏から置くんですか。そうそうそう、なんかきっちくそうな雰囲気醸し出してるけど、あ、まあ気合いっしょ。気合いだよ、じゃあ。お、デロンいったな。タレ師匠、いきます。どこのタレですか。これは焼きのうなぎ、適当に選んだんだけどね。大将さんでした。あ、たまたまだったな。たまたまだったね。たまたまじゃないですよ、ちゃんとああ、そう、こんな感じでちょっと重ねていく感じだね。こんにちは。で、まあ、ひっくり返して、ああ、こっちもか、乾かしていく感じ。ああ、これを繰り返す。そうそうそう、あ、いい匂いし、すげえ、もう美味しそう。ちょっとやばい、ひっくり返したと思ったわね。あ、なんかうなぎだな、ここの皮が美味しそうだな、またねえ、トロトロしてて。じゃひっくり返しますか。あ、行きますか、これ絶対ちぎるなよ。あ、も、お、怪しい、なんか絶対ちぎったらダメだからね。怪しい、怪しそう、もうすでにやばいぞ、これ。あ、皮くっついてる。嘘、枯れついてる。うん、そっか、だから串に刺すんだな。それくらいですか。これ話は、あ、本当だ、やば、大事な皮だけ取れてる。あ、そういうことか。え、まさか天地雷鳴、絨毯落としだ。おー、最高、バッチリ。さすが焼き師匠。そうなかったぜなんかカットされてるみたいになってる、うん、本当だ、すごい綺麗に。私こういうなんかガラケーあったな、夜勤まあこれを繰り返してね、 2,3 回やればいいのかな。はい、はい、じゃあもうこっちはもういい感じだから。はい、蒸してから火も通ってますからね。そうそうそう、ね、いいですね。焼いたやつはこちらですね、はい、いい感じ。そしてね、面白いのがこれ一発目さ、焼き師匠たちの二発目普通に上手になってるっていうね。上手になってましたね普通に。あ、うなぎってなった、うん、ね、慣れましたね。まあ本当はカメラ外で俺が焼いたんですけどね。違いますよ、あなた中でタバコ吸ってたんですね。じゃあこれをお寿司ネタにしていきます。はい、よし、あ、すげえ脂。そして今楽しみでモーリーも来てますね、今。相当時に来ました。あー、よかった。あ、じゃあもう切れやすい包丁でモーリー切れますね。包丁研ぎに今日も台無しにしてやっからよ。うん、包丁研ぎにだけ来たけど研ぎし。さあ、中身は、うすげえ、うわぁ、コラーゲンだ、コラーゲン。コラーゲンですね、これは、うん、すごい、ことさあ、これをどうやって寿司ネタには寿司ネタに持っていくのかがちょっと気になるね。目指せ、あれですか、何巻ですか。100、これ100いけるのか、これで。いけますかね。行こうぜ。行きたいとこです。無理だったら普通にマグロ混ぜようぜ、うん、バレるでしょ、色がバレるやつ。あ、うなぎだ。切り口もほら、 うなぎっすね。あ、ほんとだ、切れ目が。よし、あ、買った。あ、やっぱちょっと冷めたから硬いか、うん、よし、こんな感じで。お、寿司ネタなってるよ、ほら。ほんとだ、はい、はい、ちょっとね、握りと、切りで分かりたいんですけど、うん、握り方をね、孫さんが教えてくれるそうですね。そう、こういうね、柔らかいネタの時はちょっと変えるんや。変える、うん、まあシャリはこれぐらいで。そう、刺身とは違うんだ。そうそう、こうね、こうね、はい、こう置く、はい、置きます。まあまあ普通はこう返したりするんだけど、はい、こういう柔らかいやつの時はこう、なんすかその持ち方。これ仏壇返しって名前や。本当に通称、いや本当にそういう名前もあるけど、なんか他にも名前あったはず。あ、なんか、あ、通称そういう名前が。そう、
やるんだ。こんな感じで一段返し。ノコロクさん、本当っぽい嘘を言うから。もうなんか、よく言われる。今のは嘘だろうなと思ったけど、本当なんだね。あ、本当になんか、そういう名前だよ、習ったよ、わからんよ。その、教えた人が嘘ついてたら、もう嘘ってなるけど。これを、これをもう一回、置いて、こう、こっちを持ちながら、こう、くるって。で、こう、ギュッギュッと。尻尾のとこ、超硬い。肉が。筋肉。うん。動いてるからだろ。喜んだ数が分かったんじゃないですか。犬みたいに。犬みたいに。尻尾振って。僕は尻尾振ってるの見たことない。嬉しいやって。あ、さっき食ったの赤人じゃない。嬉しい嬉しいんだけどね。なんと思って。散歩してるメスウツボみたいな尻尾振って。美味しそう残さない。こういうふうに握っていってるんですけど、まあ40巻ぐらいかな、うん、これで今孫さんの方がですね、ちょっとなんか壁にぶち当たってるらしいですね。事件です。なんかあったんですか。なんか骨がめっちゃあるってなってる。尻尾の方ここに骨があるんだ。しかも太いのが上の方が骨ないんだな。あ、こっちはもう骨だらけ。これもう無理、うん、これでも食えるけど寿司ネタにするにはちょっと骨がでかすぎる。あ、骨がある。本当だ。見てちょっと見てみ。うわ、すごい。鬼神前傾の肘ぐらいになってる。ほら、懐かしいなそれ。例えがマニアックすぎるだよ。大将、業者の方が来てます。大将、業者、あ、来た。お前んところはどうなってんだよ。うちの部長、文句っすか。あったりの骨生やしてんじゃねえよ、おら。うちこれ売りでやってんだよ。取るなよ。骨売りなのかい。骨が売りなのかい。はい、握り終えました。果たして10キロのツボで何貫握れたのか。はい、23×4 は8、3、4、12、92。当たり92足すの93、94、95、96、97、98、99、100。あ、100いった。100いった。100を超えた。104貫です。すごっ。104貫あったら十分でしょう。すごい。しかも大きめに作っての104貫。確かにね。食べますか。はい、食べましょう。じゃあ、いっちゃいます。いただきます。どうぞ。いただきます。お、うん、うまい。あ、うまい。うん、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 寿司だ。思ってたよりうまい。あら、ダメからね。うん、蒸したのやっぱ良かったね。うなぎではないけど美味しいっすね。うまい。粒美味しいっすよね。あ、これ普通にいけますわ。これマジどっかの郷土料理ありそう。うなぎの包むようななんか泥臭さとかないけど、うん、そう、川魚じゃないから確かに泥臭さは、うん、これだったらうなぎ嫌いな人でも食べれるかも、うん。三三六に山椒買ってきてって言ったら、フォアジャンって言ったから、お前耳悪いって聞いたから。そして、ネギも。あ、見たことあるやつ。ハルイチ。ハルイチ。あ、お疲れさん。お疲れっす。お疲れは。くそ。フォアジャン。フォアジャン。すっごい匂いする。山椒もピリピリするけど、これはあの山椒より少し強め。うん。うなぎと山椒は合うっていうんで、多分フォアジャンも合うと思います。どうなんだろう、理屈的に。いただきます。多分もうちょっと好きだ。おー、結構罰ゲーム自ら。セルフ罰ゲーム。いや、サンサン好きだわけよ。こういう、しびれる系が。うまい。ほんと、じゃあうまいっていうか、合うのか合わんのかな。香りが、いいから、わ、合ってます。じゃあ、けど確かに、うん、油強いのには合うかも、うん、香りがめっちゃいい。あー、ネギも、ね、うん、ネギ孫さんは。これはネギで。ネギ6さん。もつ鍋食べてる人みたい。うん、あくない。これ丸飲みしたら危険だな、この寿司。あ、ネギも合う。これやっちゃう。美味しそう。うるま市の郷土料理として認定する。うつぼ寿司。うん、うつぼ寿司うまい。美味しかった、普通に。うん、美味しい。うん、やばい、山椒入れたらうなぎみたい。
うなぎ食ってる感覚あるでしょ、うん、急に香りがね、やっぱいいから山椒も花椒も何作ったし今じゃちょっと最初すみません、行儀悪くて、うん、うつぼ、ね、臭くないよね、全然なんか魚っていうよりかは鳥の何て言うんですか、柔らかい鶏肉みたいな、山椒漬けみたいな、ああそうですそうです、これが山椒ですよ、山椒、うん、山椒、これはフォアジャン、フォアジャン好きなもの選びな、うん、山椒つけたら本当にうなぎっぽい感じする、うん、ああ、うん、いいね、山椒、あそうよね、あそうこだわりの山椒、フォアジャオ、うん、これはちょっと弱いですね、今その前バンバンさんが食べた時より全然騙されるの弱い、これ弱いです、一つ飲めたらちょっと物足りない感じか、うん、これ全然弱いと思う、あ弱いんだ、これ弱い、耳心地のいいことを言うのは大体悪魔と決まっておる香りがいいから結構合うと思う、ん強いしびれてる、うん、マジか、今こっちの歯がダメなんですよ今自分に、うん、でこっち半分で噛んだら綺麗に舌半分しぶれて、うん、こっち 今から歯医者だっけ、今から歯医者、じゃあ麻酔打たなくていいやぞ痛いことする前これ全部噛んでからいけば多分歯が勝手にポーンって抜け出すいや、吐いてからすかかかかはい、食べていきましょう、はい、ちょっと骨が多かったところはね、はい、煮付けにして、煮付け、味噌、味噌と豆板醤をちょっと入れてみた、いただきます、美味しそう、あ、こっちの方がうまいか、なんか皮がよりプルプルしてるのそこのゼラチンのところが、うん、結構宮古でも人気でしたね、確かにこれ、うん、あ、そう、これあ、これ、あ、一口でつぶんっていくんじゃない、無理でしょ、ってそんなうどんみたいに無理でしょ、これいつぼは飲み物っていただきます、唐揚げしたら美味しいよね、あ、唐揚げ336さん絶対好きだよ、あ、好きそう、あ、うまいっすね、いや、最初から最後まで美味しかったっすね、うん、すごい、で美味しいですね、美味しい、だから毎回動画でなんかリリースしてるの見てあはーってなって、俺一人でうつぼなんかたまにいい値段つくっすよ、セリでも、あ、セリ出るんだ、セリでたまに出て500円とかついてる時があるんですよ、キロ高っ高い時があるんですよ、だからさばくのがめんどくさいから料理人が嫌がるかもなんですよ、今日もさばきづらがそうでしたね、うん、さんでした、なんか本当にさばいてた骨の位置がよくわからんけど、中骨はわかるけど、うん、背骨は多分取れたわけ、あのヒレのところ骨がなんか中の方が意味わからんと思う、意味わからんと思う、うわすごいこの骨、あこの両方にあるやつね、こっちと反対側、それはさばきづらいわ、特に尻尾の方に多かったよ、あ、本当だ、ね、尻尾のところすごい、あ、そうそう、尻尾のところがあーってなった、料理人なんか臭いですね、うん、本当にそう、うまいけどね、で小さいやつだったら多分骨ごといけたんですよ、あマグロさんもさばかれたら、なんでここにボルトがあるのかあっちにありますからね普通のやつじゃないな、こいつなんかこっちにもあるし、腰にもどうやにくせえって言われる身は超甘えしようってはい、ということで今回ですね、うん、10キロのウツボを使って寿司100貫と美味しい煮付けを食べてみたでした、ご視聴ありがとうございます、ありがとうございました。